皆さんこんにちは。今回は後手番でやっていきます。相手の方右玉、右玉ってことなんですけど、居飛車党ですね、右玉ってことは。でもな、なんか右玉も左玉、まあ左玉ってちょっと振り飛車っぽい戦法なんですけど、右玉も左玉も指すっていう方もいらっしゃるんで、何とも言えないんですけど、今回は居飛車で来ましたね。歩ついていきましょう。角交換してきまして、右玉ならな、ちょっと右玉を意識した駒組みしていくか。右玉警戒シフト。右玉警戒シフト。いや、でもなんかそれ棒銀とか早繰り銀の可能性もある。棒銀とか早繰り銀の可能性も示唆されてまして、でもやってこなくて、で、歩ついて。なんか右玉には中住まい。中住まう指し方があって、ちょっと、そっちか。玉早く上がっちゃうと、中住まい、こう、中住まいにしようとすると、こう上がっちゃうと、こう戻って、こう一手損するんで、玉の形を決めずに指してたんですけど、相手の方は右玉じゃないと。まあ、右玉じゃないなら普通に書こうか。これで行きましょう。それで行きまして。なんかそういえば昨日なんかマナーうんぬんみたいな話したと思うんですけど、なんかふと思ったんですけど、なんか将棋でマナーって言われること、なんかこれしたら嫌がられるよみたいな話題ってたまに出ると思うんですけど、マナー講師空としては、どれぐらいそれ、将棋のマナーってあるんかなってふと思ったんですよね。ちょっと数えてみたんですけど、17ありましたね。マナー講師空によると、将棋のマナー17あって、まあ、なんかせっかくなんでメモったやつ、言っていくと、まあ、まず王様取るでしょ？玉王問題。駒並べるときに、王様を取ってしまうのは目上の方に失礼っていうのがある。あと、角なるときに、普通こう、相手の角取ると思うんですけど、相手の角をひっくり返して、自分の角を持ち駒に置くなり方。これも、マナー違反だと言われてますね。あと、ならずでしょ？あと、過度なノータイムでしょ？あと、過度な長考でしょ？なんかこう、負けの時とか、うん、そういう過度な兆候。あと、奇襲戦法もなんかそんな風に言われたりする。あと、番外発言ね。番外で喋ること。うん、これはまあ、玉も、書こうか。で、あと、詰ます瞬間に放置。あと、詰んでるのに詰まさない。あと、シンプルに放置。詰むまで差し続けるも、なんか言われることありますね。であと、持ち駒隠すね。持ち駒隠すはもう、反則に近いような気するけど、持ち駒隠す。待った。これ待ったも、反則やけど、なんかマナーの話で、ちょっといろいろ調べてたら出てたんで待った。あと、空打ち。例えば、これ何ささ、これ歩つくか。歩つくときに、スッてつくんじゃなくて、パンパンみたいなのしてからこう歩つくみたいなのあるんですけど、それも、やりすぎるとマナー違反になる。あと、むやみに喋る。まあ、番外発言とほぼ一緒か。でも、なんかこう、無駄に喋る。あと、接続切る。あと、むやみに相手の駒を触る。この17がちょっと調べたのと思いつくの。ちょっと待って、机が落ちるよ。机が落ちるよ。これ、机が落ちるよ。ちょっと待って、すごい状況になってる。ちょっと、やばい。やばい。やばい。耐えた。耐えてる、これ。そういう17が、発見されましたね。将棋指すむずすぎん？これ見て思いました、私。将棋指すのってむずすぎないって。え？それはなんか、うまくいかないと言われてるけどな、同銀で。で、これ銀打ちがあるんですけど、金上がるのがそれをかわす攻守で、なおかつ角取りで。で、角逃げても銀打ちで角積むんで、これはなんかこっちがいいと言われがちな、局面というか、自分はあっち持って似たような将棋よく指すんですけど、これは結構気をつけてる筋で、これで、こっちが良くなるっていうことが結構多い気がする。将棋って指すむずいわ。まあ、真面目な話すると、まあね、なんというか、こういうの、こういうなんか抽象的な、あれあんま好きじゃないんですけど、まあ、両親持ってやってれば、そんな怒られることはないと思うんですけどね。
豆腐。なんかやっぱ初めて道場行くときとかって、ちょっとそういうの怖いと思うんですよね。なんか怒られるんじゃないかな、プルプルみたいな。自分もそういうのあったんですけど、これ豆腐は銀が嫌か。あ、豆腐銀結構嫌か。絡まれーて。絡まれーて結構嫌？豆腐銀で絡まれーて結構嫌かな。なんかそこで角とか打っても、銀打たれて、後々こう銀成りから角狙われるとかで、今度は角まで狙われてしまうんで、はー、結構嫌かもねー。いや、結構嫌かもねー。じゃあ攻めやっちゃおう。攻めやっちゃう。受けてダメなら攻めやっちゃう。自分結構ネット将棋で入って5年ぐらいネット将棋しかしてなかったのかな。中2から高3までなんで、その間ずっとネット将棋しかしてなかったんですけど、まあ、これは取って歩狙うか。初めてリアル将棋指したのは大学の部の入部体験みたいな日に初めてリアル将棋指したんですけど、これなんかあんま指すときパチとかやったら、いや、なんかパチってやりすぎたら、威圧するみたいな感じで良くないんかな、プルプルみたいな感じで、すごい気遣いながら指したの覚えてますね。うん。でもなんかかえってそれが、なんて言うやろ。結構これリアル将棋指してる方だと分かってもらえると思うんですけど、こう、指し手の手つきで相手の気力を判断するみたいなところが若干あるんですよね。これ、角を、このラインに打ちたいんだけど、歩打ち防ぐために。ここに打つのは歩から角と狙われるの気になる。ここでいいか。ここにするか。そう、その相手の手つきでちょっと気力を測るみたいなところあるんですけど、なんかもう、パチってやんのが、こう威圧するんじゃないかっていうので怖すぎて、一本指でスッスッスッって動かしてたんですけど、そうすると相手からすると、あ、一本指で刺すってことはそんな強くないやろな、みたいな。ちょっとこうどうしても思ってしまうところがあるんですよね。それでちょっとこう相手を騙してしまったというか、なんかそういうところはあったような、初めてのリアル将棋。なんかそれ言われた気がする、その後々、その対局相手の方に。なんかこう、指しても、なんか初心者っぽかったし、なんか入部した時も全然、もちろん有名じゃないんで、なんかそんな強くないかなと思ったら、なんか気づいたら負けになってたみたいな。なんかそういう話をされた記憶がある気がする。で、銀打って。これどこ逃げようかな。横逃げとく？でも銀になって桂馬取りに来られた時に。受け方が難しいですね。あ、飛車浮いて、銀なりに飛車寄って、桂馬受け。でも飛車寄っちゃうと角道止まるもんな。まあでも飛車浮いとくか。ちょっと横はなんか、銀成りとかでいじめられそう。縦の方が一番いじめられなさそう。だからそういうリアル将棋、特にまあリアル将棋とかってこうマナーのことに関して直接言われそうなんで、なんか怖いっていうのを、こうまだ道場未経験者の方はあるかなと思うんですけど、まあでもそんな気にすることないですよね、結局。うん。なんか初めて道場行ってこんなこと言われて、なんかあれされたみたいな話あんま聞いたことないというか、僕直接はないですね。SNS でたまになんか見ることがあるような気がしないでもないけど、直接そういう話を聞いたことはないので、まあ滅多にないんじゃないかなと。まあさすがになんか初めて道場行ってそこでダンスとかしだしたら、ダンスまでできたらもう有名人。有名人になれます。銀なった手がちょっとぬるそうやからそこで攻め合うか。まあ私は対局、リアル対局で対局相手に殺害予告をする現場に立ち会わせたことがありますけども、まあそれはもうマナー違反を超えた何かなんですけど、まあそういうことさえしなければ大丈夫だと思うんですけどね。で、銀引いてきたんですけど、同金同金。まあ、同金同金までは行って、まあ、角が穏やかか。
いや、これ、銀捨てみたいな手もあるんですよね。同金に角打ちが王手金取り。まあ、角が穏やかか。角が普通に金、成銀両取りで。角成から迫る手と、成銀取る手を見せて。なんか、すごい、大駒の密集の仕方やけど。ありえん密集の仕方なんですけど。まあ、これでいけば、受けにくんちゃいますの。あー、それ嫌や。あ、それ結構嫌じゃない？取ったら取られる。取ったら取られる。まあでもそこでまた角出た手が金取りで返せんのか。同角で決めに行くっていうのも考えたいんですけどね。まあでも同角は金とか打って受けられた時に、決め手がないか。それで決まんのって言われたら、まあ別に決まらん。あと、ツーブって同桂もあるんかな。ちょっとそれはツーブりすぎ。同桂で、銀逃げてきたら桂ならずで飛車取り。同銀なら角2枚通ってるから角成りみたいな。まあまあまあでもまあ、ちょっと、同桂が最善やったような気は正直したんですけど、なんかそれで馬ぶって悪手やった時がひどいから、冷静に取ります。いや、今の同桂が最善やった説は大いにある。ちょっと妥協したね。いや、そうそうそう、妥協するとな。なんかそういう嫌なことされるんよな。だから安易に妥協してはいけないと。あれほど教えたのに。いやー、妥協しちゃったかな、今の。ちょっと狙われそうな桂馬使っとこう。いや、今の妥協は許されない説ある。まあ、してしまったものは仕方ない。飛車引いて。でもやっぱなんだかんだ道場デビューってやっぱ、てか、道場っていう響きが良くないよな。良くないとか言ったらあかんのかもしれないけど、だから道場ってなんか硬くないですか？なんか道場って言われると、プルプルみたいな。道場って聞くだけで僕なんかはこうプルプルしちゃうんですけど、なんかそういうところありません？もうちょっといいネーミングないんかな？だからサロンとかいいですよね。なんかサロンって聞くと行こうかなみたいな。道場って言われると、プルプルみたいな。そういうとこない？やっぱネーミングって大事なんでね。ネーミングは侮れない。そんなこと言ってる場合じゃない。これほんまかよ。ちょっと角なんか出てみたけどほんまかな。同銀で取られて普通に悪いみたいなことで。それは手抜きたいかな。でも手抜き方もないか。桂ならず飛車取り。同金なら角ないけど、桂ならず角取られる。飛車取る。風なられる。いやー、手抜けないか。いや、手抜いた方が良かったかも。まあ、同桂。そこで歩打ってくんのかな。昔、谷川の77桂ってここに桂馬捨てて、同桂って取らせて歩打ちがズンズンでこう、スピードアップしてるみたいな伝説の名所ありましたけども。これでどうなんですかね。だから今度、人生でもし今後なんか開くことあったら、ちょっとサロンって名前にしよう。サロン、どっち派ですか？でもサロンもなんかこう、おしゃれすぎてみたいなところある？いい名前ないかな？ちょうどいい。中間。これ銀出てみるか。同桂なら同桂で、ダブル桂で玉頭狙って桂成から詰ますみたいな。そういう思想。そういう思想でどう？でも、桂成同金、同桂成同玉に頭金打っても、こう逃げられて一生詰まない気がするんよな。一生詰まん気がするよ、それ。角はもう行くしかないね。でも、この瞬間がぬるいから、この瞬間がぬるいから、どうすんの？飛車走る？いやー、なんか永遠にぬるいことしてんな。なんか指し手が永遠にぬるいんですけど。なんか飛車走るんじゃなかった気がするけど、まあ、こっちの角安全やからこれぐらいでも、いけてる？なんか違う気がするね。これってちなみに詰めろ。銀逃げ、銀逃げ、桂同金、金。まあまあまあ、王手していけば詰みか。でも相手の方はもう受けがないから、下駄預けてきましたね。下駄預けてきたんですけれども、まあ、銀打てば詰みか。上がるのは銀なりで飛車ビューン通せば詰みでしょう。引くと思うんですけど、
あ、ちょっと待って。銀打って、上がったら頭金、下がったら桂馬打つおうと思ったんですけど、それ同飛車でつまんくない？は？銀に引いて桂馬同飛車つまんやん。は？は？嘘だろ？え、嘘だろ？さすがに銀打てば詰み？引くのは金取れるから詰みですね。上がるのも頭金で詰み。同金に飛車なればさすがに詰み？いや、なんか上も広いし、なんか、四角が。これ、目がむずい。目がむずい。なんか見えにくい。上がったら金で詰み。引いたら銀逃げ頭金で詰み。詰みか。詰みだよね。これが詰まないはやってないよね。これが詰みじゃないはやってないよね。ああ、詰みですね。グッズゲーム。ありがとうございました。皆さん、うわーん、10連勝。おめでとうございます。2桁も勝てて、すごいですね。はい、やっていきましょう。そういう猛者には四間飛車見せていくか。俺の右四間飛車。違うわ。鍛え上げた四間飛車。見せて差し上げますわ。ええ。やっぱこれが将棋なんですよね。四間飛車は将棋の純文学。そういうこと。玉囲いまして。これは急戦なのか、持久戦なのか、まだわかんないんで何とも言えないんですよね。相手の方が。持久戦もあるし、急戦もある。そういう両天秤。両天秤で見せてきてるんで、これ金もな、あんまり上がりたくないんよな、できれば。形決めたくないというか、金上がる余地も見せておきたいんですけど、ちょっと他の手も難しいということで。で、これも玉囲うと多分穴熊に、まあしてこないか。歩ついて端歩までついたら穴熊はちょっとリスキーでしょう。あ、これ金無双急戦ってやつかな。これで銀上がって桂跳ねて金上がってみたいな急戦が、まあ一つ有力とされてるんですけど、それな気がするね。それな気がするね。飛車寄って、角頭を狙ってきてるので、ちょっと飛車寄って角頭をケアしていくということで、やっていきたいんですけれども、なんか最近やっぱ穴熊って減ったのかな？四間飛車してても、穴熊にされる率ってそんなに高くない気がするというか、そんなに高くない気がする。まあ、端歩ちょっと位取られると、これ、飛車浮いてくるのが形なんですけど、飛車浮いた形で端の位取られると、飛車が広くて、ちょっと嫌なんで、端の位取らせないために端歩をついておくと。で、まあ、5筋もついとくか。一応、角角の転換ができるようになるから、でかいでしょう。なんか変に5筋ついちゃうとな、歩突きで5筋攻められる、リスクがあるので、まあ、そこがどうかっていう話あるんですけど、まあ、いいでしょう。まあ、5筋ついてもらったらな、なんか、後々、5筋叩けるようになるし、得ちゃう？得じゃないですか。得じゃないですかと言っておきまして、得じゃないですかと訴えておきまして、いやー、ついてくるよねー。で、これ、同歩は同銀で大体ダメよねー。同歩は同銀で、生きた試しを見たことがないので、まあ、角引くんですかね。で、飛車寄って、次に取って、同銀に、角出るとか、そういう手を見せてくると。この飛車寄った時に、あ、単取り？あ、単取りがある。あ、単取りが成立してる？あ、単取り嫌か。あー、単取り。確かに。これ、同銀、同飛車だと、歩打とうってことですね、多分。で、次に銀出る土台を作って、銀からこう圧迫していくよっていう手ですね。はー。で、同銀だと、角出てきて、それが香取りになってるから、結構うるさいか。
香取りなってな、なんかこう、香車一個浮いてるとかも振り飛車の将棋でよくあるって、それなら角が香取りならないんで、その時に反撃しやすいんですけど、香取りなってたらちょっと反撃しにくいのかな。今のご時世的には、反撃しにくいご時世なのかな。まあでもありそうやけどな、同銀に角出たらもう歩とか打っちゃって、危ないか。銀引いたら、銀出た時が飛車角両取りなんですけど、そこでここにいる角の利きを生かして、歩打っていじめてくるとかもあるけど、まあそれ同飛車。いやもういいわ。同銀で行くわ。同飛車歩はどうしようもなさそうな気がした。同飛車に歩打って銀で見せられるとどうしようもない気がしたから、これでもう歩で暴れ散らかすわ。おこ。おこ攻め。完全におこ攻め。同桂ならもう同銀取っちゃう。同銀に飛車なっちゃう。うん。おこ。もう怒りました。怒り。怒りの鉄槌。あ、もう怒り。怒りの鉄槌です、これが。怒りの鉄槌。なんか飛車なんのはな、ぶつけられて、得なんか損なんかよくわからんから、一段目になってきました。これでもぶつけられるか。これでもぶつけられちまうか。これでもぶつけられちまうか。ちょっとぶつけんのとかやめてもらえる方向で話進めません？ぶつけるのとかちょっとやめる方向で話進めません？ちょっと遊んでる飛車と竜交換ご所望されるの嫌なんですけど。ぶつけるのをやめる方向でお話ししようって言ったやん。ぶつけるのやめる方向で話ししよう言うたのに。嫌ですね。これ香車取って、あ、でも香車取ったら、二段目にしかなれないのか。なんかこれ、一段目になられて、こう銀打ち、ビュー、ビューからのこう銀打ち狙われる形にされるのが嫌なんですけど、二段目にしかなれないのなら、まあ、そういうのも、なきにしもあらずですか？いや、なきにしもあらずか。取って、なってきて、角ぶつける。同角同桂同竜。銀損。銀強交換。いやー、どうなんやろ。いやー、でもこれ単に同竜は同銀で嫌な気がするな。あ、それで飛車打って銀取りとかもあったんかな。いやー、むずい。ちょっと手順に、香車を取れる、嬉しさに、甘えて、銀を取って、あ、香車を取ってしまいましたけども、飛車成られてあんま自信ないんかな。角ぶつけて、同角なり同桂、で、同竜。なんか竜がここに来れば、こう、なんかどっかに角打った手が、竜取りと香取りになる手が普通出てくるんですけど、どこにも打つのが、打つ場所がないのが、ちょっち辛いところではあるね。ちょっち辛いところでは、あったりするね。しかしまあ、これはぶつけるか。この角ってすごい働いてるんですよね、攻防に。この角隠居してたんで、そういう攻防に働いてる角と、隠居気味の角をぶつける手は、まあ大体いい手になるのでぶつけてみちゃったりなんかしてみたんですけども、同角なり同桂同竜の時が、手があるかないか問題。何気に歩切れなんか嫌な気がするなぁ。何気に歩切れという罪を突きつけられる？なんか歩があればどっかで歩垂らすとかあったかもしれないんですけど、何気にね、何気の歩切れ。てかこれ同角成り以外にも桂馬取る手もあるか。取ったら同銀。どっちなんやろ。取った方が嫌か。取った、同角なり同桂同竜は竜が三段目に行ってくれるけど、取って同銀は竜が一段目に行ってすごい効いてるんで、取ってくる方が普通か。取って同銀の時に、
何か攻めはござりやせんか。ござりやせんか。一応、桂馬っていう手はあるんですけどね。同歩なら角打ち。同玉に竜で金取る。そうなれば、まあ、うるさいと思うんですけど、桂馬には玉寄られて多分何もないんですよね。何もなし。ゼロ。攻め、ゼロ、レクイエム。あー、それ攻めゼロって言われちゃう。攻めゼロ、攻めゼロ。あ、攻めゼロでもないか。もう行っちゃうか。あ、これでも、桂打ちの筋が常にあるのが罪深いのでは。桂打ち同歩角の王手竜取り。まあでもそんな気にしてたらもう生きてけへんか。桂馬捨てまーす。香車打ちまーす。ほんまかよ。ほんまかよ。ほんまですか？銀逃げてくれたらなー。まあ銀逃げられてもダメか。それで角打って。同銀。あ、でも、角使っちゃうと本格的に桂打ちの筋が来ちゃうか。今桂打ちは、同歩に角打って王手竜取りかけられても、角打って王手防ぎながら、竜に紐つけるっていう手があって、なんとかなるんですけど、銀逃げた時に角打ちとかで迫る手で角使っちゃうと、その角打って王手竜取りを防ぐっていう手がなくなるんで、つまりはってこと？つまりはってこと？なんか間違えてください！なんか間違えてください！お願いします！何かを間違えてください！何かの間違いで、あ、同銀通った！同銀は同桂なりで？同何なんやろ、これ。これ同何？同玉同金？どっち？同金、あ、同玉。それ角ちょっと嫌じゃない？同玉なら竜で金取って。まあもうやるしかないか。銀取りかつ香取り。同玉なら金取るっていう手筋ですね。ただここで桂馬とか打ってくんのかな。同歩に角がやっぱり王手飛車。ただ桂馬とかで王手受けて、竜取った時に銀取れば、なんか馬手厚いし、ここにいる角が2位となるし、なんかワンチャンぐらいの勝負に持ち込めてない？ワンチャンぐらいない？ターン！タンタタンタタンタン。タンタタンタタンタンがいい手か。あ、タンいい手だねー。タンがいい手か。確かに、桂打ち同歩角とかだと、桂馬捨てて、桂馬くれるから、桂馬で王手受けれるけど、単に打たれるとシンプルに桂打ちが受けにくいか。あ、タンタタンタタンタンがいい手か。竜切るのは同玉。そこで角なるのは桂打ちでまあ大体よりでしょうね。あ、ターンねー。ターンか。そらターンか。そらターンですわね。あー、これでは望みがないような気もするけれども。しかし振り飛車は固めとけば、最後まで勝負が。あるんですね。振り飛車の硬さを信じろ。振り飛車の玉の硬さを信じろ。振り飛車は硬さを信じる芸。振り飛車は硬さを信じる芸ですので、はい、信じていきましょう。信じさせてもろて。はい、銀香両取り。はい、銀香両取り。はい、勝ち。勝ちの声に力がこもっていませんでしたけれども。そのあたりは大丈夫でしょうか。これ飛車とか打ってくれへんかな。なんか銀に紐つけながら金取りとか言って、まあそれ金で弾けるから絶対打ってこないんですけど、何かの間違いで飛車打ってくれません？これ飛車もらえればな。なんか飛車とかで危ないから。あ、飛車は同角か。あ、客って金とか打つと？
もう銀なりか。同金に銀打ち。金で銀なりに角取ったら金取られて。寄り寸技ってこと？それは寄り寸技だね。ちょっと寄り寸技問題だね。王様寄り寸技問題。王様寄り寸技問題？あ、わかった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 。これ金打って。見えました。あ、見えてないかな。いや、見えてないかも。いや、見えない、見えないで欲しかった。あ、ならずで来んのか。これ、鳴った時に角打って、竜なり銀両取りで行こうと思ったけど、あ、それを角打って。はーい、プロ。プロ。これ、銀打ちで積んでない。これ、銀打ちで積んでても文句は言えないんだけども。てか、どう見ても罪な気がする。でも、これ、銀、おっと？それ同銀でまだ頑張りがいない？これ、銀がいると、玉上がっていった時に、銀で王手しても、同銀って取れる格好があって、結構頑張れるんですよね。これ、同銀の形はそんなすぐ死なないよね。まあでも、竜逃げて金取りとか、そういう、落ち着いた話されんのかな。あ。あ、王手角取りたい。銀打ったら、竜で銀取られる。同銀に王様取られる。振り飛車は硬さ。振り飛車は硬さなんですよね。振り飛車って根性なんですよね。いや、この根性の出し方は間違ってる気がする。根性を出す場所が違う。いや、つまず。まあ、罪もなかったかな。隠して同玉。まあ、リスキーやもんな。ちょっとこれはもう受けがないですね。ドコン悪かったですかね。ありがとうございました。一局目の感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。下触れてたらこっちがいいんですけども、これはうまくさせてますね。で、対局中言ってみたみたいに、この銀出が危険だったみたいで、本譜のように対応すれば、こっちが良くなると。これ部分的な定石なんですよね。これで良くなるっていうの結構出てきますね。なんで相手の方としては、飛車みたいな感じで駒組みを進めた方が、良かったみたいで、これなら一局の将棋で。まあ、これは何とも言えないですね。まだまだこれからの将棋ですね。まあ、本譜はなんとかカウンター決まって、勝つことができました。二局目も下に触れてたらこっちがいいんですけど、これは押されに押されてますね。で、これは仕掛けに対する対応が問題で、でもこれ覚えときたいな、これ結構出てくる将棋なんで、そう覚えときたいんですけど、歩取ってきた局面で、同飛車って取った方が良かったみたいですね。言われてみればなんか見たことあるような気もする。これは歩打って銀出られる手が嫌だったんですけど、一番下まで飛車引いてちょっと当たりを避けといて、銀出て銀とか歩とか狙ってくる手はあるんですけど、金上がってここを受けといて、こっちは受けてるんですけど、こっちは受けてないんで歩つく手はあるんですけど、歩打って銀引いてくれたら2筋の攻めが弱くなるんで、まあ角とか歩、まあ、どっちかな？これどっちがいいんやろ？どっちもありそうやけど。まあ、歩の方が若干いい。歩で取ったりして、2筋受けとけば、これは受かってる格好ですし、歩打った時に、歩なって突破するのも、まあ、銀取っとけば、2筋突破されてますけども、銀取りつつ、こっち3筋突破する手を見せていける格好なので、これならま、戦えるみたいですね。そうか。これは覚えとか、これ定石なんやろな。これは覚えとかなあかんな。なんかどっかの定石書に載ってそう。すごい載ってそう。本譜、同飛車と取るべきところで、本譜は同銀と取って、これは角出られてきついみたいですね。まあ、歩打ったところでは角ぶつけた方がまだしもなんですけど、まあ、これも同角成から攻められてしまうんで、こっちがきついと。まあなんでやっぱりあそこですね。この取り込まれたと、時に同飛車。
もうこれは覚えました。もう一生同飛車って取ります。はい。一生同飛車と取る覚悟で生きていきたいと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。